がなぜ脱原発法に踏み切ったか、それは自然エネルギーに自信を持ち、自然エネルギーを国民が信頼しているからです。僕はつい先日映画を作るためにドイツに行ってきました。ドイツの国民も経済界もみんな自然エネルギーに信頼を置いて、そこに頑張るんだって言って、みんな頑張って、今や自然エネルギーは 30% を超えてるんですよ。原発をはるかに超えてる。こうやって自然エネルギーの運動を皆さんで脱原発と並行してやりましょう。皆さんができることは、それぞれの太陽光をやったり、市民風力をやったり、そういうことです。で、小水力をやったり、いろんなことをやれるんです。そうやって本当にやれるということを体で分かり、そして世間社会に教える。そして原発というのは安心で楽しくて、そしてお金が儲かるということを分からせればいいんです。我々の力で市民運動も含めて呼び込む。そういう時が来れば、ドイツがもうすでにそうなってる。ドイツは自然エネルギーのブレイクスルーが来た。だから脱原発ができる。そういう状態に私たちは持っていかなきゃいけない。